逃亡奴隷の報酬案内。奴隷の特徴が書かれている、逃亡奴隷とは、主人の拘束から逃亡した奴隷のこと。奴隷の逃亡は、奴隷制度のある場所では、古代より存在し、例えば律令制の日本でも、土日の逃亡は禁じられ、保防律には逃亡した土日の処罰についての規定が、保防令には逃亡した土日を補足した場合の規定が、設けられている。奴隷は、 主人の私有財産とみなされていたため、奴隷が逃亡することは、本人から見れば、自力による奴隷解放行為であり、主人側から見れば、奴隷の従順義務に反し、なおかつ事故の財産権の侵奪にあたることとされた。また、プランテーションに代表される、大勢の人間の労働力を必要とされる、生産経営には、奴隷は不可欠な存在であると考えられ、その逃亡は、 その経営基盤の破壊につながるとともに、反乱などの発生も危惧された。このため、奴隷法の基本は、逃亡をいかにして防止するかに重点が置かれ、無知打ちや落印のみならず、のような残虐な刑罰を課される例もあった。逃亡奴隷の歴史において、最も著名なのは16世紀から19世紀にかけて、展開されたアメリカ大陸の逃亡奴隷である。 カリブ海沿岸地域を含めた南アメリカでは、プランテーションの労働力として連れてこられた黒人奴隷が、乗船前のアフリカ大陸もしくは航海中の奴隷船場の段階で逃亡し、到着後も過酷な労働や、主人の虐待から自由になるために個人もしくは集団で逃亡して、産地や森林、都市部に逃亡する例があった。一部は、マルーンと呼ばれる。 逃亡奴隷による実地共同体を形成して白人支配層と戦うことも珍しくなかった。そのような逃亡奴隷の共同体から国家を築いて植民地支配体制にとっての深刻な脅威となるまでに発達したものとしてブラジルのキロンボドスパルマーレスが特筆される。また単に家族や恋人に会うことを目的とした一時的サポタージュ、日常的犯行行為も 逃亡奴隷に含まれる場合があった。逃亡奴隷には男性が多く地域や出身部族による偏りが見られた。一方、イギリスなどの植民地となってきたアメリカにも多くの黒人奴隷が使用されていた。アメリカが衆国成立後、集権論の立場から南部のプランテーション経営者の移行を受けて奴隷制度が南部諸州では継続され、 1793年には最初の逃亡奴隷法が制定された。その後も南部の奴隷州と北部の自由州の範囲をめぐって政治的対立が生じ、また南部の奴隷が単独であるいは地下鉄道などの協力者を得て北部の自由州、さらに19世紀前半に奴隷制度が廃止されていたカナダに脱出を図る者が相次いだ。そのため八百五十年には 逃亡奴隷法の改正が行われ、南部の奴隷所有者の財産保護の関連から、本来奴隷制度が認められない北部の自由州においても執行官、連邦保安官による逃亡奴隷の取り締まりが行われるようになった。これには、逃亡奴隷のみならず、自由州の白人の激しい反発を招き、南北戦争の原因の一つともなった。ありがとうございます。